檜山康弘は元プロ野球選手、宇藤ウミギ現在は司法書士と早稲田セミナー専任講師を兼任している。統畜校時代は当主で4番を打ち、3年時に春の選抜に出場。統畜校の同期に広島・高新寺がいた。進学を希望していたが1985年のドラフト会議で清原和弘の抽選に外れた近鉄バファローズから、 はずれ一位指名を受け入団。1987年に同期入団の池上、聖一と共にアメリカルーキーリーグのソルトレークシティ、トラッパーズに野球留学した。先発入りを期待されていた1991年に一軍未出場のまま退団。私には他の選手のようながむしゃらさがありませんでした。野球に対する情熱が足りなかったのかもしれない。 何としてでもライバルを蹴落として、一軍に這い上がってやろうという気持ちがなかったと、解雇している。プロ4年目が終わる頃には、もう体も鍛えようがない。技術が上がるとも思えない状態で、5年目、6年目には、練習後に飲み歩き、遊び方ける日々が続き、本人曰く、あとは死を待つだけ、の状態だったという。1991年12月、 張本勲イサオから檜山が在日韓国人であることから、韓国プロ野球入りを打診され、翌1992年には、三番ウルレーダースでプレーした。登録名は、高安博。しかし、オープン戦で肘を、故障、6月に帰国して、検査を受けると人体を損傷していることが判明。プレーのためには手術して、リハビリ必要があったが、そこまでして、 野球を続ける気力はなく、1年で退団した。戦術の放刀生活のため、年俸は遊興費で消えており、生活のために引退後すぐ声をかけてくれた、大阪の知り合いの医療品関係の会社に2年間、勤める。その後、資格資料の取得を検討したが、食える資格のうち、弁護士、税理士、公認会計士はいずれも大卒資格が必要なため断言。 大卒資格のいらない、司法書士の資格取得を目指した。二度目の挑戦で、司法書士、行政書士の資格を取得し、1997年、福岡市大堀で、司法書士事務所を開業し、現在に至る。また、関西訴訟代理関係業務の認定も受けている。その他に、和製田セミナー福岡公司法書士課の講師や、日本少年野球連盟や渡南ボーイズの、 ピッチングコーチを務めている。高安やに関するカテゴリー、ありがとうございます。